にゃんせよ、かおりんだ。はい、ということでおはようございます。今日もね、ご飯の時間になりました。イエーイ。ということで今日私にとって朝ごはんなんですけど、道が混んでたりとかして7時半になります。はい、本当7時に来たかったんだけど、はい、7時半です。ということでね、朝ごはんを私は食べに行くんですけれども、今日はね、久しぶりにソルロンタンを食べに行きたいと思います。今日行くところがなんかね、ソウル三大ソルロンタンって言われてるっぽいお店。ソウル三大ソルロンタンってイムン、まあ、とりあえず私も一回行ったんだけど、そことかなんだけど、今日行くところはね、私も初めて、はい、見ましたね。だからそのブロガーさんっていうか、そのここのお店を上げてる人がソウル三大って言ってるのか、公式というか、なんていうの、こうみんなが知ってる認知のソウル三大なのかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえず美味しくて有名で、口コミもすごい良かったし、朝早く7時からやってるので、まあ、知ってて損はないかなっていう感じのお店ですので、はい、今日はちょっとね、そちらの方行ってみたいと思います。で、ソウル三大カッコ仮みたいなのもあるんですけど、ね、ミシュランをね、2019年からずっと、はい、受けてるお店で、だから多分有名っちゃ有名なのかなかと思います。でですね、今日来たところはコンドプ駅ってところです。コンドプ駅、ね、ここがね、3つもね、地下鉄が通ってて、5号線、6号線、それからキョンイチュンアン線っていうですやつですね。で、位置的にはアヒョン駅とシンチョン駅となんか結んで三角形になるみたいな感じかな。私はハプチョンからバス1本乗ってきたんですけど、まあ位置的にもすごい遠いわけでもないし、みんなのこう行動範囲というかに含まれると思います。ということですね、先ほども言った通り、今日のお店がね、朝7時からなので、もう7時半やってますのでね、早速向かっていきたいと思います。で、最寄りの駅はコンドク駅なんですけど、コンドク駅の8番出口と9番出口両方どちらからでも行けるんですけど、8番出口の方がちょっと道がシンプルっぽかったので、分かりやすい道で今日は行きたいと思いますので、8番出口から出て向かっていきたいと思います。それではね、もうすごいムシムシで湿気がやばくて、もう顔に髪の毛がめっちゃくっつく、まあそんな感じで向かっていきたいと思います。それでは、おやっぱりなんだ、地下鉄がさ3本も通ってるだけあって、すごい構内がめっちゃ広い。駅の中にハリースもあるよ。え、待って待って、ハリースがあるんだけど、ハリース兼図書館みたいになってる。あ、後ろの方読んでいいかな。平日は7時から夜の10時までで、週末とか祝日は朝10時から7時まで。へえ、いいね。ということで、じゃあ、はい、8番出口から出ます。じゃん、8番出口から出たらこのままね、まっすぐです。はい、じゃあこんな感じで歩いてくると、まあ、信号のないちっちゃい横断歩道があるんですけど、これを渡ります。渡ったら、まっすぐ行かずに左に曲がります。そうするとこの横断歩道のすぐこちらが、じゃーん、あ、逆光で見えるかな、こちらの建物ですね、ヤンジソルロンタンチョンムンということで、こちらが45年伝統ソルロンタンの美味しいお店だしらしいです。はい、ということで、じゃあ入っていこうかな。あ、ビデオはやってないのかな、わかんないけど、とりあえずこうか。見て見て、ほら、なんだっけ、ミシュラン、安いよ。めっちゃいい匂いする、ソルロンタンと長ネギの匂い。じゃあね、メニューからお見せしたいと思います。氷タンはなじせいや。待って待って、結構さ、壁にもこんな感じでメニューがあるんだけど、なんと日本語英語メニューが別でありますね。あ、すごいいいわ。私が多分普通にメニュー見て頼んじゃったからくれなかったんだけど、外国人と分かったらこれくれると思う。メニュー日本語書いてあるので説明いらないと思うんですけど、ソルロンタン、ここのね、代表メニューのソルロンタンが14,000ウォン、2つ目のソルロンタンのトゥクって書いてある、あ、韓国語ではトゥクって書いてあるけど日本語は書いてないね。これが大盛りで L って書いてあるから、まあ英語見て分かるかな。この下ね、ジャンタン、内臓の、はい、スープと、これも L サイズだったり、それからオリタン、私がね、本でのソルロンタン屋さんでめっちゃ美味しいって感動したやつがこれで、ホガニタンっていうのが膝の軟骨スープなんだけど、これもめっちゃ美味しい、本当に。で、ウチョッタンっていうのが馬の足のスープなんだって。それからスープとかじゃなくて普通のやり水煮みたいなのもあるし、それから私が頼んだテールスープ、コリタンのスープバージョンじゃなくてコリッチンって言って、具材だけ茹でて出てくるやつもあるし、
それも黄金バージョンもあるし、つまみで食べたい人とご飯で食べたい人って感じかな、まあ、もちろんこっちもつまみで食べる時もあると思うんだけど、おかずメインって感じかな。あと後ろは飲み物ですね。ソジュメッチュ、ペクセチュ、ポップン茶、マッコリー、それからソフトドリンクみたいなね。1人1ソルロンタンは頼んでくださいねって感じですね。はい、ということで私はソルロンタンを食べに行きますと言いながら、オリタンを頼んだんですけど、これはもうここに来てどうしよう、これにしようかなって頼んだんじゃなくて、もうこれはオリタンを食べに来た。でもお店のねメイン的にはソルロンタンなので、ソルロンタンって言って紹介したんですけど、オリタンを食べに来ました。出てきた、ニパンニパン、美味しかった。じゃん、はい、ということでこちらが私が今日頼んだゴリタンです。頼んでマジしょうがない、5分もしないうちに出てきますね。注文取ってから作るってよりはグツグツ煮たやつを出してくれる感じかな、じゃあ早速中身の方を見ていきたいと思います。もうやばい、めっちゃ香ばしい、なんかね店匂いがする、はい、てか見て、スープ旨味が出てますみたいな。わー、ゴリっていうのが尻尾なので、これは尻尾部分ですね。真ん中の丸いのが尻尾の骨で、そのね周辺のお肉がついてますね。いや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 、うわ、え、これ何、え、噛んじゃったんじゃん。でっかい塊が1、2、3、4、5、6個だ、6個、5、6、うわ、え、これめっちゃ多い方じゃない、やば、めっちゃ美味しそう、やばい。そしてですね、注文するとね、こんな感じで、これ多分かわいいかな、ちょっと微妙なラインですね。ちょっと食べてみたいと思うけど、後で。この、これは辛くなさそう。これはちょっと辛そうなんだよな。これと。まあ、とりあえず、ニンニクと青唐辛子とサムチャンと、これが玉ねぎの醤油漬けみたいなやつと、それからこっちにはご飯あるんですけど、じゃん、こんな感じでテーブルの上見るとね、こんな感じで、はい、入ってて、これがソヨンタンにバシャバシャ入れるネギと、だから自分で取って切るスタイルですね。それからこのでっかいやつ、じゃん、しにゃーん、キムチです。やばい、めっちゃ美味しそう。いや、これは絶対美味しいでしょ。じゃあ、はい、食べてみたいと思います。じゃあね、キムチ先に取りますね。じゃーん、わーお、見て見て、このキムチやばい。これをテーブルの上にこんな感じで、ね、トングとハサミがあるので、絶対美味しいキムチ。これからこのね、何、ネギ、じゃあ準備できましたので、このスープの方から飲んでみたいと思います。わ、自分でね味付けする系なんですけど、いや、これわー、なんという美味しさ。ここにお塩があります。なんかこういうところって結構粗めのお塩を使うとこ多いんだけど、ここは結構ソルビンみたいなふわふわなお塩ですね。少しずつ味を見ながら入れます。塩ちょっと入れたのにマジで美味しい。それからこれは何だ、これは唐辛子ですね。入れるか、いや、胡椒を振ろう。はい、美味しい、これ。じゃあ味付け後の、なんか新鮮そうなのはもう何、観光客の口に合うようにある程度味付けされてて、素材の味を生かしたってよりもなんか美味しさをメインに、初めて食べる人もある程度味が濃いと、あ、美味しいってなるじゃん。そういう感じが強いんだけど、ここはもう素材の味、いや、めっちゃ美味しい。そしてここで、じゃあ、ね、大事なキムチです。韓国のキムチと日本の
白菜の漬物が合わさった感じ。これはちょっぱ口。めっちゃキムチも味美味しいんだけど、全部美味しい。あ、待って、これあんじゃん。これにお肉つけるのかな。うん、とりあえずご飯を入れます。ソルロンタンはさ、ご飯入れてなんぼみたいなとこあるもんね。とりあえず半分くらい入れよう。日本人だ。やばい、やばい、やばい。そうだ、これ熱いからさ、ちょっとこっちの器に取り除いておくね。いや、見てこの、この肉。あ、この肉。ここが7時からって言ったじゃん。で、今8時ちょい過ぎなんだけど、この時間になると会社に行く前の人も結構ちょっと混み始めますね。やばい、見て、めっちゃ漫画の中の肉みたいな肉出てきた。てかね、今ね、食べながら思ったけど、ネギ入れるのと入れないのに全然違う、マジで。これ入れすぎじゃないぐらいネギ入れて OK。 もう追加で入れられるからいいんだけど。わ、気になるこのお肉の方を食べていきたいと思います。じゃあこのお肉いただきます。やはりソルロンタンより私はコリタン食べてほしい。お肉のボリュームもさ、いいしさ、スープとご飯も最高だしさ、ちょっとこの 辛いかもしれない青唐辛子、大丈夫だわ。なんか微妙だけど、微妙だけど、まあ大丈夫だわ。辛い感じするけど、まあ大丈夫。なんか辛い唐辛子とそうじゃない唐辛子の見極め方法というかは、辛くない唐辛子代表的なのがアサギコチとかオイコチって言われる、すごい大きくて緑に近い緑みたいな感じなんだけど、表面がめっちゃツルツルで超みずみずしいやつ、それは大体あの辛くないですね。でも上の方がこうちっちゃかったり、全体的にちっちゃかったり、あとこう表面がこんな感じでこぼこしてて、基本的にサイズがちっちゃいと絶対辛い。これはちょっと微妙、大きさはちょっと大きめだけどボコボコしてるし、上がちょっとこうなってるから辛いのかもしれない。どうぞこれ1個食べてみるね。うん、これはさっきのより辛い。違い的にはこんな感じかな。上がこうなってると思う、辛い確定、ほぼ私の経験上。てかさ、8月も後半だけどさ、まだ全然暑いじゃん。私若干夏バテが、なんて言うんだろう、こうガッツリ夏バテってよりもぬるい夏バテがなんかずる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 続いてる感じで、お腹すいたなと思って食べ始めるとそこお腹いっぱいになっちゃうみたいな。いや、多分お腹いっぱいにはなってないんだけど、なんて言ったらいいんだろう、
お腹いっぱいってさ、胃がいっぱいになることじゃん。胃がいっぱいになってるわけじゃないんだと思うんだけど、なんかこう、もういいやってなっちゃう。ちょっとこの夏それがちょっとひどいですね。なんかお腹すいたって思って、まだご飯の時間じゃないしなと思って、常にこう焼き卵をしたいのかな、常備してあるんだけど、これ1個食べてまあいいや、もういいやみたいになっちゃう感じ。食欲がないわけじゃないの、お腹も少し、いやなんか食べたいなってなるんだけど、食べ始めるとね、なんかこのコンギッパパンちゃん、これのご飯半分ぐらいでもういいやってなっちゃうんだよね。どうせもう8月も私の誕生日終わったし、もう夏終わっていい、うん、で私調べたの、夏バテって実際どんなもんなんだろうって調べたら、まあいろいろ頭痛だったり、ふらつきだったり、食欲不振だったり、あとなんだっけ、睡眠不足だったりとかいろいろあるんだけど、なんか根本がね、腸らしいんですよ。だから夏バテの時は腸の健康に気をつけるといいんだって。で、夏バテしてるやつが言うなって感じだけど、なんかそうらしいよ。日本のガイドブックとかに載ってんのかな。てかガイドブックとか買ったのいつだろう最後に。もうネットがさ普及しまして、 YouTube も私もそうですけど、美味しいお店もさ無料で見れるようになりまして、本当いい時代になりましたよ。ゲームとかでね、編集どうやって覚えましたかとか、独学ですかって言われるんだけど、私独学なのね。今 MacBook で編集してるから Final Cut Pro って使ってるんだけど、その前が Mac じゃなかったから、なんだっけな、パワーなんとかってやつを使ったので、それを使ってた時は完全にゼロから独学。私ちっちゃい頃からダンスやってて、自分のこうコンテストとかに出る時の曲、簡単なのは自分でやってたし、もちろん難しかったりね、本格的なコンテストに出す時は先生とかにやってもらったりとかしたけど、簡単なこうショーケースとか出るときは自分でね編集したこととかもちょいちょいあって、中学生くらいからもうすでに曲の編集とかしてたから、曲も動画もなんか大体容量が一緒で、もともとそういう機械得意っていうのもあったけど、本当に誰かに教わったわけでもなく、いじりながら覚えた。だからそれは完全に独学だったんだけど、今その Mac に変えて Final Cut 使ってるんだけど、それは私が前使ってたやつよりもすごいね、複雑なのめっちゃ。で、あと短縮機とかもめっちゃあるから、それはね、韓国人が YouTube で一から説明してるやつを見て覚えたの。基本的な操作は全部その人の動画見て覚えて、なんかちょっと疑問だったりとかやりたいことあったら YouTube で調べて、動画見ながら自分のやつも一緒にいじってみたいな感じで。だから YouTube って無料なわけじゃん、とりあえず。本当にありがたいと思う、マジで。なんならアイドルのさ、コンサートのチケッティングの方法とかも全部載ってんじゃん。私も YouTuber だからさ、情報を与える側だけど、 YouTube からめっちゃもらってるもん、情報。私さ、今日みたいに撮影来る日って大体朝3時とか3時半4時に起きるのね。だから前の日9時とか、まあ、遅くても10時には布団に入るんだけど昨日誕生日だったの誕生日って自分の誕生日に変わった12時から夜の11時59分まで私楽しみたいタイプなのね、自分の誕生日でも。今日撮影あるから9時には寝なきゃいけないじゃん。しぶしぶ布団に入ったんだけど、今見せたからなんか寝顔の写真が送られてきて、なんだと思ったら昨日の11時52分誕生日の最後の写真、誕生日でした。はい、ということでごちそうさまでした。どうだったでしょうか。今日はね、ソウル三大ソルロンタンって言われる、ヤンジソルロンタン食べに来たんですけど、まあ、ソルロンタン
で有名だけど私はポリタンが好きなのでポリタンを食べてみたんですよ。周りの反応ってこうテーブルの、ね、周辺にいる人の反応的にソルロンタン頼んだ人結構多かったんですけど、そのソルロンタン食べた時にあ美味しい、あマジで美味しい、うまっみたいなのがすごい多かったから、やっぱりあのソルロンタン自体も美味しくて有名なんだと思います。で私が食べた、なんだっけ、ナポリタンなんですけど、本殿の方で私がすごいおすすめって言って2回くらい行ったかな、あのピョルチョンジソルロンタンってあるんですけど、そこのナポリタンと、はい、比べてみると食べた時の感動はさっきピョルチョンジの方がちょっと感動がでかかったですね。何なんだろうな、やっぱつけて食べる醤油の味も違うし、まあ、お肉の大きさはダントツこっちだし、お肉がねゴロゴロ入ってるかも全然こっちの方がすごいいいんですけど、なんだろうな、やっぱそっちの方がこうなんていうんだろう、味が万人受けするというかそんな感じなのかな。まあ、とりあえず私がガツンってこうね感動したというか持ってかれたのはピョルチョンジだったけど、こっちはなんか出汁とかも一切使ってないような本当にあのお肉と骨をグツ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 したスープって感じですね。でやっぱりここ特別だったのは私的にはお塩かな、ゴツゴツした粗い塩じゃなくて本当に雪みたいなすごいサラサラのお塩でね、それが結構特別だったし、何よりもキムチの横にあのニラキムチがあったんだけど、もちろんソッパッチも、キムチも美味しかったけど、そのねニラキムチがめっちゃ美味しくて、あとネギも入れ放題ですし、であそうだネギのポイント、あさっき食べながら言おうと思ってたのに、多分ソウルで一番有名なソルロンタンのお店があるんですけど、私前そこ行った時に気になったのが、机の上に置いてあるネギがなんかもう乾燥してパサパサになっちゃったなりかけで、なんかあこれ結構切って出してから時間経ってんだなっていうのがもう見てわかる感じだったのね。でそれがすごいショックで、でもここのはもう本当にあ朝切って出してくれたんだなみたいなのが、はい、分かる感じで、そこのソルロンタンも私多分朝行ったと思うんだけど、そんな感じだったから、キムチも綺麗にこうね器に盛り付けてあったし、ソッパッチも新鮮だったし、ネギも切り立て新鮮だったし、いろんな面を考えてもあのここが有名な理由はあるなって感じですね。びっくりした。この辺にあのホテル取ってたりとか、あとは朝からソルロンタン食べたい人、7時からやってるから、まあ、そういう人にも、はい、おすすめですね。ということで、まだね9時にもなってなくあれなんですけど、すぐ横にイテアがあるからイテア行こうすぐ横にあるんだもん。なんかめちゃめちゃ売り切れだ。今売り切れになったけど、これが新作なんだね、ミニパールシャンヨン。待って、何これ、ココナッツミルクプラスだって。ちょっとこれ気になるからこれ飲んでみよう。ここに瓶の飲み物ってあるんだけど、ここにありますね。これだ、ココナッツ。なんか形全然違うけど飲んでみよう。じゃん、はい、ということでこちらが私も初めて頼んだココナッツミルクプラスで、これマンゴー味ですね。動画でこういう瓶の飲み物頼むの初めてかもしれない。中にもね、アソテココ的なやつが入ってるね。結構いっぱい入ってる。わお。で、今回私これ頼んだらね、この太い何ストローくれたんですよ。だからこれをこのまま直接刺して飲むって感じですね。じゃん。マンゴーのすごい匂いする。じゃーん、出てる。結構ちょっととろっとしてるのかな。じゃあいただきます。薄めですなんか最近さ、ゴンチャの新商品ってココナッツミルクが出たの。それがすごい濃いめでね、めっちゃ美味しかったから、なんかそのノリ、その濃さを期待してたけど、あの割と薄めですね。悪く言えば薄いけど、まあ、よく言えば軽いって感じかな。飲めない無理って感じはない。しかも安いし。で今回はこのね瓶にこんな感じでストロー来たんだけど、ここの瓶の昆布茶あるじゃん、あれもね私何回かあの頼んだことあるんだけど、あれは、氷の入ったコップとその瓶をくれて、自分でねコップに入れて飲むんだけど、量も結構十分にあるし、瓶 の炭酸飲料は炭酸がしっかりあるので、カップのね普通のコーヒー系にあの目が行きがちだけど、割と瓶とかねペットボトルの飲み物もあのいいし、お子さんとあのカフェ来た時とか、子供用のオレンジジュースだったり飲むさゼリーみたいなの持ってるから、こういうのもねありですよ。はい、ということでお疲れ様でした。どうだったんでしょうか。今日はねソウル三大ソルロンタンと言われるトンドク駅にあるねあのソルロンタン食べに来たんですけど、まあねすいませんよ、すいませんね。
ソルロンタンではなくナポリタン食べたんですけど、正直な感想を、ここの近くじゃないのにわざわざ来て食べるってなると、わざわざ来て食べてって言うほどかって言われると、まあそれほどでもないか、美味しいっちゃ美味しい。味自体は後悔したりとか、とかならないけど、30分1時間かけてここまで来たのに期待しすぎたかなってなっちゃう可能性は、まあなきにしもあらず、まあ来てもいいんじゃないかな、でも期待はすごいしすぎないでって感じ、正直な感じです。私はそんなに本土駅に来ることないから、ちょっと周辺の様子は分かんないんだけど、もしここら辺でご飯困ってるとか、いろいろ行き尽くして、ちょっとこのソルロンタンも気になるなって人がいましたら、ぜひ来てみてください。とりあえずこのね、このココナッツミルクは飲みやすいです。ということで、今回はソウル三大ソルロンタンって言われるソルロンタンの店とイデアの飲みやすいココナッツミルクの紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラメンアメルンヌグイカチ、バイバイ。